ブラックフライデーとは、アメリカ合衆国の感謝祭の翌日の金曜日のことである。小売店などで大規模な安売りが実施される。そんなお得な日は、バウンティーラッシュにも来た。新世界で生き残る手段は二つ。四皇の傘下に入るか、挑み続けるかだ。バウンティーにもブラックフライデーが来たことにより、多種多様なガチャが出てきたな。この動画は、それらがどの層におすすめなガチャなのか、考察していくぞ。早速だが、ブラックフライデー、ポシオンレジェンダリーキャラ1体確定、11連チケット。こいつを引いていこうと思う。提供割合では、特にピックアップされてるキャラはいないようだ。レジェンダリーキャラ1体確定らしいが、ピックアップがない以上、目星のキャラを引き当てるのはかなり難しいだろう。カルガラノーランの実装前のキャラまでしか、ラインナップに入っていないから、ジャブラブルーノやエッグウッド麦わらやなどの現環境のフェスゲンキャラは排出されないので注意が必要だ。価格は1000円とレジェンダリー確定の中では安い方だが、やはり最近のフェスゲンが入っていないのが渋く感じるな。個人的当たりキャラはこいつらだ。まあ100レベじゃなければ基本は当たりだが、その中でも特にこいつあったらラッキーなキャラたちをまとめたぞ。厳選基準はメダリアサポートで採用されるキャラがほとんどで、情報されたマルコとジャックは特に当たりだ。そうしての評価だが、ライト勢もガチ勢もこのチケットガチャはスルーで良さそうだな。次はブラックライデー、星音キャラ5体確定の5連チケットガチャ。このガチャは今やってるチケットガチャの中でめちゃくちゃうまいから、ガチ勢はもちろんライト勢もできれば何としてでも引きたいガチャだ。工場キャラしかラインナップには入っていないが、すでにレベル100のキャラが手に入ればコーラがもらえる。レベル100でなくてもキャラのレベリングは確実にできるし、いいことつくめのガチャだ。価格も1回320円と安価なので、上限の3回までしっかり引きたいガチャだな。お前ら全員ここで確実に引け。ブラックライデー星のキャラ1体確定、3連チケット。こいつは1回160円と価格は優しいが、最初に引いた11連ガチャと同じラインナップで渋い。1回160円と価格は優しいが、課金ができて余裕があるやつだけ引けばいいと思うぞ。レジェンダリーは確約されてない分、フェスゲンキャラは基本当たりの位置づけでいいな。最後に、新キャラ工場ガチャについて、引くべきか話していこうと思う。ベガパンクのヨーク。久しぶりに出た工場キャラの一角で、赤属性のディフェンダーだな。お腹すいた。性能面など敵虫ダッシュのキャラがかなり厳しく、現環境で輝くのは難しいだろう。最近出た新キャラでもアトラスみたく、せめて属性が白か黒属性ならサポートで活躍したと思うが、現環境3属性の中でも最も弱い赤属性で、ディフェンダータグなどもサポートでは弱い点だな。メダルもタグが少なく今のところ使い道はないだろう。そうしてこのガチャの評価だが、ヨークにキャラ愛があるやつ、もしくはコンプ勢か、引き締まったヒップに8記念ばかりに実った今日、美味しそうな太ももが好きな紳士以外は全くもって引く必要のないガチャだな。はい、今緊急で動画回してるんだけど、あのね、今ちょ動画編集終わって、今アップロードしようと思って、これツイッター見てね、いや、ね、今気づいた俺、新キャラに、あのガチャ解説あげようと思ったタイミングでまさかの新キャラがあるっていうね。で、両方ともそこそこ強そうなキャラ、そうじゃん。ちょっとまあ軽く今見たんだけど、軽く見た感じなんかどっちともこう使えそうで、いや、チャンシプの来るタイミングでこれ出してくるかねっていう感じなんだけどね。ちょっとこう軽くね、ちょっと見ていきたいと思う。まあ特性なんだけど、結構キングの上位互換って感じよな。めっちゃキングに似てるなと思う。あの、旗握ったら3回無敵なのと、味方が旗にいなかったらよろけなくなる。こいつは結構セラフィムに強い。強いな。
で、あとスキルに使ってる時、これ潜るやつね、この潜るやつ使ってる時、能力者 200% 増加。じゃあこれで多分なんか歌のかぼちゃとか破壊できそうだな。分からんけど、さすがにこれで敵キルできんのか、このスキルで移動しながら敵キルできたらだいぶ怖いけどな。でしかもこのスキルに使ってる時ミニマップに表示されないみたいだから、うん、スキル1は押し出しあるし振動不要もあるから、状態上刺さるやつだったら結構これスキル1もスキル2もかなり強そうな気がする。まあ得意属性の敵に強いってなってるから、まあ歌や本当にセラフィム・ハンコクを意識しているキャラな、まあ対能力者キャラって感じで、非能力者にはこうやはり弱いイメージはあるな。いや、なかなか面白そうなキャラだ。ちょっとこの使用感とかやっぱこう対面とか全くないから、ちょっと何とも言えないんだけど、次はこのエクエット三条を見ていこうと思う。ここで青のディフェンダーだな。いや、パッと見た感じなんか機動力のないセラフィム・ハンコクって感じするな。結構特性がな、特性がセラフィム・ハンコクって感じがして、歌にめっちゃ強いな。これあのカボチャ多分速攻で破壊できる。敵が出現させた、体力を持つ者を攻撃した時、与えダメージ 300% 増加。うん、カボチャはこれ速攻で破壊できるな。まあ歌には守れるけど、うん、ちょっとゲッターに対して 50% 増加。うん、これじゃあね、多分ね、ジャーブラじゃなくてなんだっけ、あ、ブルーノだ。ブルーノからね、ちょっと守れないと思うから、なんかちょっと、パッとしないというか、セラフィムでよくねってね、なりそうなキャラではあるな。移動速度が10秒間 30% 増加する。まあでもやっぱこう、たはたない強いキャラクターだから、やっぱちょっとこう、移動するときがリスクあるよな。で、スキル2がね、これ両方とも燃焼でぶっ飛ばし、あるんだよ。あの赤ヤマトとか結構これ簡単にしょれると思うぞ。そこら辺は守りやすいが、やはりこうちょっとやっぱブルーノが、やっぱこうブルーノが評価上がって、あとは白シャンクスか、うん、この2体実装されて、まあ流行るとして、まあ歌がちょっときつくなって相対的にシャンクスが強くなって、まあこの2体の抑止力になるんじゃねえかな。まああとあの非能力者のあの緑容赦とかロジャー・ケイトも強いな。まさかのこのタイミングで、フェスゲー2体の実装とはな。今回のね、新ガチャね、引くよって人はね、あの、ぜひな、コメント欄に教えてくれたらなと思います。そんじゃあね、ちょっと動画終わろうと思う。ありがとうな。次の動画でまた会おう。じゃあな。